このタレね、やべえ、何でもうまくなっちゃう。ね、ずっとこの壺と暮らしていたい。どうも、りょうりさんです。ということでですね、今回ですね、私のベルもですね、1ぐらいになってきまして、めでたく1です。この飲みをね、さらに加速していきたいと私思いまして、おつまみをね、作っていきたいと思います。何かというとですね、久々の悪魔シリーズでございます。悪魔のつまみ抜き。つまみ抜きです。早速、やってやります。リュウジのバズレシピ。材料説明なんですが、もうこのえのき1パックね 200g のやつです。たまにね1パック 150g のやつもあるんで、間違いないですけど 200g のやつ、 200g の分量なんで、 150g のやつだったらそれぐらい減らしてください。でニンニクです。おろそなんなんかさっき剥いちゃいました。少々なんで、まあこれかなりちっちゃいニンニクなんで、これぐらい十分。これであと調味料は概要欄。今回ですね、悪魔のつぼえのきっていうのをやるんですが、悪魔ってつくじゃないですか。悪魔ってじゃあどういうことかっていうと、悪魔に取り憑かれたかのように食べてしまうっていう非常に中毒性のある料理のことを、私悪魔のっていう風に冠をつけてるんですけども、これを作る上でその悪魔味っていうのをね、覚えておかないと、確認しておかないといけない。悪魔のつぼえのきっていうのはすっごい悪魔味で、すごく中毒性があるんですけども、同じぐらい中毒性あるものをですね、紹介していきたいなと思いまして、こちらでございます。悪魔のような中毒性の悪魔ハイボールでございます。こいつは悪魔だぜ。悪魔に乗っ取られたような感じがするぜ。はい、じゃあやっていきます。もうね、これね、超絶簡単なのさ、超絶。袋ごと切るんですけども、ここでちょっともう、りゅうちゃんワンポイントいきます。これね、包丁研ぎ機。ね。ここね、1と2ってのが分かれてて、これね、粗砥石で、こっち仕上げ砥石になってるんですよ。これね、パチンってやるとね、こう固定されるんですよ、こうやって。濡らした包丁を、すっとね、やるとね、ほら、なんと、粗砥石2回ぐらい研いで、仕上げ砥石2回ぐらい研ぐ。じゃあ、まあ、スパスパ切れる。はい、はい、スパスパ。はい、ね。ここはずつながってるんで、こうやってスパスパいってください。こうやってほぐしていくと、ほぐれるんですよ。パラパラになったら、ここでパラパラして。3等分ぐらい。あんまり包丁研いでみなかったね。あの肉はね、ちゃんと火を通すのがね、重要です。なぜかというと、キノコ類ってね、生で食えないんですよ。ラップをしてですよ。2分30秒、600ワット2分30秒、チョンします。そしたら2分30秒ハイボール激量です。皆さんの好きなハイボールは何ですか？ジャックハイボールですか？デュアーズハイボールですか？私はですね、 YouTube 撮りながら飲むハイボールが一番好きです。早くチンしなさいよ。もう俺のトークスキルは限界よ。もうはい、できました。はい、空気を出したね。これを出して取り出していきます。はい、ね、パッと、ほら、どうですか。あんなにたくさんあったえのきがこんなにしょぼくれましたね。熱いままで結構です。じゃあ味噌からいきます。この 200g のえのきに対して小さじ2杯、はい、味噌何をやるとか今まで書いてなかったんですけど、これです。花丸木さんの田舎味噌か、無添加田舎味噌です。僕の料理は全部無添加味噌です。なぜかというと、この後に味をつけるんで、これはね、無添加味噌以外は僕使わないんですよ。だし味噌の場合ね、調味料の配分変わっちゃうので、だしが入ってない味噌使ってください。一味唐辛子ね、小さじ半分って書いてあるんで、もうこれ測んないでもういっぱい入れるね。一味は入れたら入れただけうまいんだよね。これね、小さじ1杯でね、味噌と醤油とね、この、まあ、とにかくね、なんで入れるかって、このね、タレが美味しい。タレが。この油はね、僕はね、角屋の純正ごま油の濃い口を使ってるんで、まあ、普通のごま油でもできなくはないんですけども、濃い口の方がね、ちょっとごまが香って美味しいんですね。味の素が、1、2、3、4、5、6、7、ふりです。好みなんですけども、まあ、僕はね、まあ、少々なんで、ニンニクがっつりいきたいなって方は、結構入れてもいいんですけども、ちっちゃいの1かけ分ぐらい入れました。このタレね、やべえ、
何でもうまくなっちゃう。この湧き上がる気流でももうね、飲んでけ。ずっとお前待ってたんだよ。ほんとほぼ食べてるこれ。盛り付けです。はい、それでは盛り付けにいきたいと思います。今回ね、壺を買っちゃいました。 Amazon で壺に入れた方がいいと。この壺シリーズはさ、なんでこんなうまいのかっていうぐらいうまいんだよね。もうね、ずっとこの壺と暮らしていたい。悪魔の壺絵の木の完成です。食べていきたいと思います。食べてみます。ちょっと酸味のある方がいいと思うんで、僕がコラボしたねレモンドやりたいと思います。ちびちびやるやつですから。これじゃあいただきます。はあはあ、最高だぜ、最高だぜ。これね、辛みもいいし、味噌だれがうまいね。味噌と味の素って合うんだよね、これね。この辛みでね、レモンサワーちょいちょい飲める。あ、うまっ。サフチャンス。じゃあ、ちょもん行きますか。今日はようこそお越しいただきました。一軒目酒場で、ね、まあまあ、ゆっくりしてってください。頑張れ、お疲れです。頑張れです。いただきます。いや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 、これ止まんなくないですか。うまくないこれ。えのきって結構独特な香りするじゃん。はいはい、全くなくない。ちゃんと歯ごたえも残ってて、うまいっす。これは悪魔ですね。レモンサワーちょうがない。どっちも止まんないっす。うん、合うのよこれ。ちょっと柔らかい、なんかちゃんじゃみたいな、はいはいはい、感じしないこれ。雰囲気そんな感じ。雰囲気そんな感じだよね。あっという間に。よし、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よし、ということで皆さん、今日のレモンサワー劇場はいかがでしたでしょうか。じゃあ次の巡り合いまで休憩しますんで、よろしくお願いします。よくね、最近言われるんです。ゲイさん、そんな人とは思いませんでした。多分それテレビ見てくれた人が言うと思うんですけども、あれはね、巧妙に仕掛けられたトラップですから。僕が地上波にいい顔して出てて、ここの YouTube に持ってくるっていうのが僕のあり地獄みたいな作戦なんで、はい、そして幻滅されると。